蓮舫氏が激怒東京都連の失礼ペーパーに嫌味たらたら。東京都知事選に参戦を目指す小池百合子氏が自民党の支援を受けることを表明しました。これに対し蓮舫氏は自民党からの呼び捨てに反応し、共産党と社民党の支援を受ける予定です。選挙戦は激化しそうです。ニュースのリクエスト募集中です。取り上げてほしいニュースをコメントで教えてください。みんなの反応としては小池氏の参戦を支持する声が多く、蓮舫氏への批判が目立ちます。少数意見としてはメディアの公平な報道を求める声や共産党の独自候補を期待する声もあります。みんなの反応。蓮舫さんは小池都政をリセットすると言ってるけど、今まで続けてきたことが急にリセットされたら都民は困るんじゃないかな。蓮舫さんを支持してるのは共産党と社民党だけど、無所属になったから建民や国民も公には支援しにくいよね。なんか共産党に飲み込まれそうな感じもするし、都の選挙なのに国会議員の裏金問題を大きく取り上げるのも違和感あるよね。やっぱり都の未来を選挙の主要な争点にしてほしいな。メディアには立候補者全員を平等に取り上げてほしい、特定の2名ばかりが注目されると他の優秀な候補者が不利になる、偏った報道が日本をダメにしてきた原因だと思う。無名の候補者も積極的に取り上げれば世襲やチナ人の政治家が少なくなるはず。メディアにはぜひこの点を考えてほしい。蓮舫さんのことを長い間見てきたけど、噂も事実もいろいろあって人によって受け取り方が違うかもしれないけど、結局のところ彼女が自分で言ってるほどの実績はないんじゃないかな。政党の幹部や代表もやってたけど、それを成果とは言えないし、1年も持たないのはお察しの通りだと思う。都議選の時に自分の至らなさに気づいたって言ってたけど、普通ならもっと早く気づくべきことで、体裁を整えるための言い訳にしか聞こえないんだよね。演説も毎回同じような芝居がかった言い回しで、いつも自分中心に話してる感じがする。だから人からの信用も薄いんじゃないかな。攻略なんていらないよ。どうせ守られたことないし、選挙民も期待してない。結局その人が東京をどう発展させるかが大事なんだよ。二重国籍の疑いがある人、学歴詐称の疑いがある人、議会で居眠り議員を叱った人、誰を選ぶかだね。東京の有権者には冷静に考えて投票してほしい。多くの有権者は田舎出身だから、喧嘩腰でヒステリックな人は選ばないでほしい。議場が戦場になっちゃうよ。事前運動は公職選挙法違反の可能性が高い。20日までに立候補を取り消せば犯罪は成立しないし、国会議員のままでいられる。でもこのまま告示日を迎えると事前運動が成立し、当選しても失職の可能性が高い。公民権停止で衆院選にも出られなくなる。法律を守れない人に知事を任せるほど都民は愚かじゃないから、結局負けると思う。たけしがテレビでずっと呼び捨てにしてたから、もうそれが普通になっちゃったんだろうね。仲間内での会話なら親しみを込めてるって解釈できるけど、公の場や公務中に呼び捨てはダメだよね。基本的な礼儀もわからない人が公務してるのは問題だし、東京が自滅するのも時間の問題かもって感じるよ。要するに蓮舫さんの過去の行動が日本の科学技術の進展を遅らせたって話なんだよね。ミーじゃダメなんですかって発言で、多くの人の努力が無駄になったって言ってる。そんな人が東京都のトップになったら日本の未来が危ういって心配してるんだ。だから彼女には人の上に立つ資格がないし、能力の限界を自覚してほしいってこと。立憲の支持母体である連合も小池さんを支持してるし、今や蓮舫さんを支持してるのは共産党だけ。首都東京の首長を選ぶ選挙だから、みんな慎重に投票しようって呼びかけてるんだよ。立憲民主党の蓮舫氏は自民党を批判ばかりしてるけど、日本のトランプとも言えるかも。2番じゃダメなのの人が1番になったらどうなるんだろうね。投票権ないから見守るしかないけど。批判ばかりする人がトップになると組織は大変だよ。上を批判してた人がトップになると、今度は下の人を批判しまくるんだ。都民も批判されるかもね。負けたくないから立候補したって何がしたいのかわからない。他県に住んでるけど東京の政治は素晴らしいと思うよ。子供やお年寄りに優しくて、災害対策もバッチリ。小池知事になってから明らかに差別化が進んでるよね。羨ましいな。このペーパーでは共産党主導の革新都政絶対阻止と書かれていて、
主語は連邦じゃなくて共産党なんだよね。創価学会と連合が共産党だけは絶対ダメって言ってて、小池陣営の主力になってる。自民党は裏方で後方支援してるけど、創価学会と連合の組織力とマスメディアへの影響力が強いから、組織票に加えて無党派票も取り込める。投票率が50くらいだから、小池陣営は安定してるってことだね。政治家や有名人は報道で印象操作されやすいよね。蓮舫さんは日本のために行動してる感じがしないことが多いと個人的に思うんだ。東京都民の皆さん、極端な主義思想に惑わされず、歴史と伝統を守りつつ近代化を進めるために賢明な判断と投票をお願いします。いつも怒ってるから、選挙の時だけ猫なで声や無理ない顔は不自然。同い年でスーパージョッキーに出てた頃から見てるけど、人って変わるんだね。破壊活動防止法の調査対象団体が一人の女性タレントを全力で支持しているけど、本当に大丈夫なのか心配だよね。もし彼女が大惨敗したら、その政治勢力の執行部に対する批判や責任問題に発展するかもしれないし、もしかしたらこの都知事候補を押し上げること自体が内部の権力闘争の結果で罠になっているのかも。つまり都知事選で落選したら、その責任を追及して現執行部を追い落とそうとする文化がいるのかもしれない。逃げ道も用意しておくべきだよね。彼女自身のスキャンダルや失言、公職選挙法違反疑惑の追及も考えられるし。蓮舫さんはスタンドオフスピーカーって感じ。演説や予算委員会で強気に追及する姿がかっこいい。でも二重国籍問題の時は質問される側になって歯切れが悪かったね。今回の都知事選で共産党が独自候補を立てなかったのは残念だよ。今までずっと独自候補を出してきたのに、都政に対してしっかり政策を訴えて戦うべきだと思ってたからがっかりした。共産党を支援してきたのに本当に残念だよ。小池さんか蓮舫さんのどちらを選ぶかって考えたら、やっぱりコロナ禍を乗り切ってきた小池さんかな。都知事の給料を50も返上して頑張ったのはすごいことだよ。蓮舫さんもこれから政策を発表するって言ってるけど、選挙の時の政策なんて誰も信用してないよね。自民党が呼び捨てにするのも問題だけど、蓮舫さんが皮肉で返すのもどうかと思うよ。自分の価値を下げてる感じがする。彼女は自信満々だけど、世間の評価はそこまで高くないし、共産党にうまく利用されてるね。都知事選後の動きが気になるところだね。昔東京都知事選に青島幸男、大阪府知事選に横山ノックが出て、どちらも当選しました。彼らは政治家ではなかったけど有権者に支持されました。今回の都知事選にハレン法が出るようですが、全評判はあまり良くないみたいです。一部のマスコミは応援していますが、新太や横山に比べても蓮舫への期待は低いようです。都民の自民支持層がどれくらいいるかは置いといて、蓮舫さんが自民に対抗する姿勢を見せても自民支持層が彼女に振り向く可能性は低いと思う。無党派層でも保守寄りの人たちが彼女に振り向く率も低いし、強そうな人にかける層も同じ。特に蓮舫さんが共産党に近づくほど、その振り向く率はさらに下がると思うよ。小池さんも蓮舫さんもダメだと思うけど、マスコミはこの二人しか報道しないんだよね。まるでどっちか選べって感じ。他にも候補者いるのに全部が二方候補とか冷やかしってわけじゃないでしょ。こんな偏った報道ばかりだから投票率が低いんだよ。投票率が上がらない方が都合がいいのかもしれないけど、それじゃ民主主義から遠ざかるばかり。投票率が半分もいかない選挙で選ばれたって、支持者は全体の1、2割にしかならないんだよ。都民の知能と知性が問われる選挙だよ。誰に投票するかは自由だけど、少なくとも投票には行こうよ。選挙権のない子供たちや病気で行けない人たちもいるんだから、まともな大人なら投票に行くべきだよ。投票した上でニュースを見ると面白いよ。宝くじや競馬の結果を楽しむには買わなきゃ味わえないでしょ。同じことだよ。当チャンネルの意見として、小池都知事の自民党支援は選挙戦を有利に進める一方で、無党派層の支持を失うリスクもあります。都民の未来を見据えた公約が重要であり、メディアには全候補者を公平に取り上げてほしいと考えます。単語解説。革新。革新とは物事の最も重要な部分や中心となる要素を指します。問題や議論の本質的なポイントを示す言葉です。